久しぶりだぞ、登りだぞ。5番に入ります。行くよ。はい、こんにちは、タッチアニです。いつものキャンピングカー、タッチアニ1のトムさんの中からお届けしております。しゃべくりダウンヒル、今回はね、久しぶりにオープンした富士見パノラマのグリーンの4番と5番を走ってみました。じゃあ久しぶりにオープンしたグリーンの4番5番行ってみます。ブルーホーネットと同じ C ポイントからのスタートです。何年ぶり？これですね、4番。行きますか。さあ4番、久しぶりだぞ、登りだぞ。さあ下り、早いな。さあゴンドラした。下り、上り返しは勢いでいくよ。おお、でかい登り返し。ここも勢いで登りたいが、登れるか。登ったー。ふう、ここはちょっとこごうかね。イエーイ。さあもう一回下りに入るよ。軽くこいでー。タイさん、移動が早い。スピードが速い。あの、途中までついていけなかったですよ。あの、上り基調のところ。さあ、こっからちょっと砂利の林道ね。あれ、どっから入るんだっけ？そろそろじゃなかったっけ？あ、ここだ、ここだ。イエーイ。さあ、一回右に振って。5番に入ります。行くよーん。グリーンの5番。イエフー。ねえ、整備されてる。イエフー。日が近い。うう、暗いな。イエーイ、林間セクション楽しい。ひっひっ、わっしゃ、登るよーん。ふわ、さあターン、左へ倒す。右か、上り返し。なんかいい感じですね。うー、
気持ちいい。どこに出るんだろうな、正確にはスキルアップエリアだってのは知ってんだけど、おおおおおあ、結構でもスキルアップエリアの上に出るんですね。1番とか、あの、1人前とか行けそうな感じですね。あ、ここか。なるほど。じゃあこのまま1人前行きましょう。1人前。さあ、倒す練習。根っこのとこね。確かに外かな。はい、というわけでね、何年ぶりだろうね、久しぶりにオープンした富士見パノラマのグリーンの4番と5番走ってきました。どうですか、まあ、ちょっと4番の部分はね、少し上り返しがあるんですけど、5番のね、あの林間セクション立ち上げ結構好きですね。5番はどっちかというと今までのこう自然なね、ナチュラルなトレールって言ったらいいんですか、林間のセクションなので、あれはあれでね、ちょっと残してほしいかなっていう気もしたりしてます。まあ、今回4番5番が空いたことで、ブルーホーネットとかのスタート地点 C ポイントなんですけど、 C ポイントからスタートできるのが絶景、ツイスター、ブルーホーネット、そしてグリーンの4番、それからねブルーの10番とね、5つのコースがあの C ポイントからスタートできるようになりました。あとはね、欲を言えばあそこに上がってきてるリフトをね、営業していただければ、ブルーホーネットとかあそこだけでぐる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 回れるようになるので、それはそれで面白いんじゃないかなと思うんですけど、まあなかなかね、いろいろ都合があるでしょうから、将来的に実現したら嬉しいなって思ってます。はい、というわけでね、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたがこんな風に最後まで立ち上げの動画をご視聴いただくことで、立ち上げの YouTube での評価上がってます。あなたのおかげです、ありがとうございます。それからね、続きのビデオを見逃さないように、ここチャンネル登録ボタンがありますので、ぜひチャンネル登録して楽しみにしててください。今までの動画です。高評価ボタンとか押していただけると喜びます。はい、またお目にかかりましょう。タチアニでした。失礼します。